マリーゴールドは今年5月に旗揚げしたばかりの新女子プロレス団体だ。天嶺後期は、そのマリーゴールドの旗揚げ戦で正式にプロレスデビューした新人。動画、後期、キャリア初体感の瞬間、そんな新団体の新人がプロレスの歴史に名前を刻んだ。日本を代表するプロレス団体の一つ、ノアのタイトルを獲得したのだ。ノアは近年、 女子の試合を組むようになり GHC 女子王座を新たに制定11月11日の MANDAY マジックで初代王座決定戦として時間差し入ればバトルロイヤルが行われたレジェンド長与千草も登場する中で後期が最後まで生き残り初代チャンピオンにデビュー半年キャリア初体感となるいろんな人におめでとうと言ってもらえて実感が湧いてきました いい意味で周りにプレッシャーをかけられている感じです団体の歴史もそうですし初代チャンピオンですしベルトの重みを教えられているというかしっかりやれよと言われているんだと思います後期はもともと演劇など芸能界の人間が集まるアクトレスガールズの出身この団体ではプロレスをアクションシーンに使う演劇やプロレスの試合を模したエンターテインメントパフォーマンスを行っている それゆえマリーゴールドでの試合が正式なプロレスデビューとなるわけだ。プロレスに関する知識も決して多くはない。それでも知っているのがノア創設者である三沢光晴の存在だ。後期が巻いたのは女子とはいえ GHC のベルト。三沢や丸藤直道が争ってきた GHC、その歴史の中に後期も加わったことになる。その重みは相当なものだろう。 丸藤選手から試合後に SNS で言葉をかけていただいたのも励みになりました。これからチャンピオンとしての戦いを見てるからなということだと思います。1 7 0センチの長身から繰り出す顔面蹴りや旋回式ボディプレス、アメジストバタフライなど花のある試合ぶりが魅力。そののポテンシャルルはマリー,ールドの